皆さんこんにちは。こんにちは。本日も陰影のトミーとアシスタントのゆかでお届けしていきます。今日は5月30日の土曜日にトミーが登壇した CG ワールドさんのオンライン就職フェスの時に、皆さんにご応募いただいた、まあ、陰影に公表してほしいっていう作品の添削が全部その時できなかったので、そのライブ添削をちょっと特別に陰影 YouTube でお届けしている回の続編版になります。第2回ですね。2回目です。はい、前回2つ添削が終わりましたので、今回は残りの3つをやっていきたいと思います。うん、これ作品を出した本人だけじゃなくて、いろんな人、公表ってなんかいろんな人が見て、あ、私もこういうとこ直せるわとか、あ、ここ気づいてなかったみたいのみんなでこうシェアするのが公表なんで、いろんな人が見てね、どんどん絵が上手くなってくれればいいかなと思います。はい、まず田島さんの絵ですね。これね、一番最初にやっぱり目についちゃうのがね、左右対称の絵、シンメトリーの絵が別に悪いというつもりは全くないんですけれども、これをやるならすごく超狙いすましたコンセプトが必要なんですよね。で、それってすごく難しいんで、とりあえずはこの左右全く同じ対称の絵っていうのはね、僕でも敬遠するぐらいなんで、一回封印してもいいかもしれないね、これは。で、もうちょっと、僕ももっと上手くなったらこういう絵を描いてみたいなと思うんですけれども、うん。ちょっと封印して他のやり方を考えてみようっていうのがまず一つね。はい。こういう形の、なんかこうデザインがありますけど、これってどういうものなのかっていうのがね、ちょっとこちらに触ってこないんですよね。これ、この街があって、こういう街があるでしょ。で、その上にこれ浮かんでるのかな？これ浮かんでるのか。どうなのかというのがちょっとよくわからないっていうのもありますし、ここが真ん中だとしたら、こういう線じゃなくて、こういう線になると思うんですよね。わかりますよね。中心に向かっていくんだとしたら、そういうところをね、直していくのがまずは先かな。もしこのね、本当はここに全部集まってくるっていうのは、なかなか本当に絵としては最高難易度の絵になってしまうから、とりあえずは避けた方がいいんですけども。っていうのをまず意識すべきかな。で、あとここに、これは何だろうかな。ちょっとわからないけど、こういうのがありますけど、これも楕円を、多分この高さだと、もっとね、楕円薄くなるんですよね。目線がここなんで。水平線ここでしょ、うん、そう、まあ分かった。じゃあこの田島さんの場合はまずは1、シンメトリーは一回封印の封をか封印して見る、うん、もしこのどうしてもシンメトリーが好きでやりたいっていうのであれば止めません。でもそれは相当作家性の強いなんか作家さんとか、うん、俺はもうシンメトリーのなんか巨匠になるんだっていう場合はシンメトリーいいと思いますけどね。で、2番目、パースの知識だな。パースっていうの聞いたことあると思うんですけど、パースの勉強してみる。勉強をしてみる、うん、これね、パースってじゃあどうやって勉強するのかなっていうのは、まあ、僕が言うよりもこれは自分で調べた方がいいと思いますよ。まあヒントは Google で検索するっていう感じですけどね。まあこういうのって
自分で勉強したっていう気分なんてなかなか覚えないんでね、それはやってみてください。そうだな、このデザインをね、一個一個今多分ね、自分がこう気持ちいい形描いていて、なんか気持ちいい形を使ってると思うんだけど、まあそれも重要なんだけど、この形にね、もうちょっとこう意味というか、必然性みたいのがね、あるといいと思うんですよね。この、じゃあ待ってね、そんな、立体的に捉えてみるってことかな。今ね、この、こいつ、この、ど真ん中のこの人ね、この人上から見た形がね、ちょっと想像できないんですよね。上から、なんかこういうようなデザインなのかなって、ね、こうビルがこうだってで、多分ね本人はこういうとこ意識してないと思うんですけれども、見る人から見る立場の人からはこれどういう形なのかちょっと分かんなくて、なんていうかな、この絵の持ってるなんか魅力にまで、ね、たどり着けないんですよね。これがもっとこの形に説得力があって、こういう立体的に表現できていると、もっと見る人もこの絵って、あ、こういうとこがいいんだとか、あ、すごい迫力だな、こういう黒いビルがあったら面白いなとか、そういうとこに気づいていけるんで、そういうところでね、損をしないようにこう立体的に見るかな。デザインは立体的に見る。お、見てみる、そんなところを重要視してみるといいと思います。例えばな、俺だったらこういうデザイン使いたいんだったらどうだろうな、向こうにもなんかこんな風にしてみたりするかな。なんかこう、これを立体にしてどうにか成立させようって考えると思います。はい、以上です。はい、じゃあ続きまして山本さんですね。はい、なんかいろんな要素があってな、何かの物語が始まりそうって予感をさせるのはすごくね、上手ですよね。なんか未来のインテリアなんでしょうね。未来のインテリアで、なんかこう、こういうものがあるってことは、なんかこう設計してるのかな。そうそう、一緒にね、どういう目的で書いたのかっていうのを提出してもらってるんですけど、まあ、それも見たんですけど、このやっぱりね、この、絵を一目見て、あ、これはこういう魅力があるんだ、魅力がある絵なんだっていうのが分かるようにした方がいいっていうのはまず身につけておきましょう。こうなんかね、こういうのがすごく設定を感じますよね。こういう小物ってすごくね、大事だと思っていいと思いますよ。まずね、じゃあ、一番目につく、ここですな、この形。この形、当然この作った本人も一番目につかせたいところだと思うんですよね。で、見た人も当然一番異質なものなんで気になるんですけれども、そこにね、もうちょっとこうディティールが欲しかったな。なんか四次元空間みたいに見えちゃうんですよね。まあ四次元空間なのかなっていう、なんかね、ちょっと見る人をこう不安にさせるんで、そこをもうちょっと考えた方が良かったですね。この辺のパースも、これあえて意図的に崩してるのかな。そう、この辺がね、ちょっとわからないんですよね。もし四次元空間をやるんだったらば、もっとね、なんか四次元っぽい表現ってあると思うんですよ。なんかこう謎の模様が出てたりとか、インターステラーの多次元空間の描写みたいなやつとか、いろいろあると思うんで、そういうのをやってみるといいですね。で、これがこの女性、多分建築家、この図面があるように
に建築したりするのが多分仕事なのかな。かなってこの絵から受け取るんですけど、それだったら実際の建物みたいになんかこうディティールを入れていくとかすると、あ、なるほどねっていう風に見てる人が納得できるんですよね、うん、そうやってこう多分この絵描いてる時もここめっちゃこう気になりながら描いたと思うんですけども、見てる人っていうのは本人描いてる本人が気にしてる以上に本当に気になってしまうんで、みんなが見るときにどうやって見るかなっていうのはよく自分でも冷静に考えていくといいですよね、うん、で、まあ、あと細かいところどうしてもね、やっぱり、ね、このこういうこのパースとかね、どうしても気になっちゃうんですけど、こういうこの三角形も多分ここのデザインと何らかの関わりがあると思うんですけれども、ちょっとね、わからないな。これどうだろう、これだったらこの三角形なくて、うん、もっとなんかここに花瓶とかいろんな小物を置いて、こういうテーブルで今までこう朝まで仕事をしてて、なんかもっと散らかってもいいかもしれないですね。で、なんか朝を迎えて、あ、気持ちいいっていうところにするような感じがしますけどね。うん。なので、おっさんの場合は、まず、目を引くところには注意を払う。引くって難しい字だな。は要注意ですな。要注意っていうのは、全然目を引くところ作ってもいいんだけど、やるんだったらすごくそこを描写しきらないと、見てる人がね、これはどうしてなんだって、ここばっかりに目がいって他のところ目がいかなくなるんで注意した方がいいですね。で、あと多分ね、こういう細かいパースとかの精度を上げるといいと思いますよ。さ、うん、細部も目を光らす。はいはい。そうだな。うん。かな。うん、そうだね。あとは、そんな感じかな。そういうのでね、だいぶ良くなると思います。あと、これとのデザインもちょっといいな。この椅子、なんか面白いデザインを多分してそうなんだけど、まだちょっと形になってないんで、もうちょっとこの形も頑張って描いてみると、さらに絵がよく見えると思います。うん。まあでもね、すごい上手。全体のトーンとか、このなんか光の当たってる感じとかすごい面白いんで、このまま頑張ってください。はい、じゃあ次、最後、大竹さんですね。この絵は、そうですね、まあ、個性的な色使いといえば色使いなんですが、ちょっとどういう場面を描いたっていうのが、ちょっと見た人に伝わりづらいところがあるので、自分が何を描きたいのかっていうのを整理して、それをどうやって伝えると、伝わりやすいかなっていうのをね、まずは考えてみるといいかもしれませんね。で、多分ね、こういう描き方する人は好きな作家さんがいると思うんですよね。で、その作家さんをでどうやって描いてるのかっていうのをね、観察してみるとさらに良くなると思いますね。これね、多分今ここ、まあどうしても磨いてこのサボテンちゃん。サボテンちゃんはね、これ絶対ここの主役の一つなんですよ。うん。今こういうデザインになってますけどね。まずは、サボテンのがどういうものなのかっていうデッサンを始めてみるのいいかもしれませんね。こういうのね。
まず、はい、サボテンのデッサンをしてみる。してみる。で、あとは、こうサボテンによく似たトカゲですよね。これ、エリマキトカゲのようなものだと思うんですけど、エリマキトカゲもデッサンしてみましょう。エリマキトカゲのデッサンもしてみる。はい。それだけでもね、これがサボテンがサボテンってよくわかるよ。もっとサボテンの魅力出ると思うし、やってみてください。で、デッサンってどうやるんだろうって思うかもしれないけど、それはね、もう世界中にいろんな本で出たりとかするんで、自分で調べることが重要なんでね、デッサン、ぜひ勉強してみてください。で、なんか、自分で言いたいことがすごくね、あるっていうのは伝わるんで、それを大切にしながら、まあね、デッサン本当重要なんで、デッサンをしっかりしてみると、こういうね、木の描き方一つにとってもね、だいぶ変わってくると思うんで、ぜひお勧めしますね。でもね、木はね、なんかこうねじれてる感じとかね、よく出てくるんですよね。うん。そうそう。木のデザイン、結構いいと思いますよ。うん、そんなことをね、やってみるといいと思いますね。で、あともう一個言うとすると、あと、画面の中のね、明度差っていうのがあるんですよね。明度差っていうのにね、気を配るといいと思いますよ。これね、じゃあ一個だけやってみましょうか。これをね、まあ、すごい簡単な方法としてね、一個あるのは、どれだっけ？まあ、こんなのでいいや。と、まあ、白黒にしてみるんですよね。うん。あ、でもなってるんだな。白黒にしてみて、要はあのね、空気遠近法っていうのを使うと、手前はね、一番黒いところがあって、手前黒って書いちゃうと、ちょっと乱暴なんだけど、一番黒いのはね、手前側なんですよ。で、奥に行く、奥ってね、一番奥はここか、あ、空か。に行くに従って、まあ、空気の層ができて、まあ、白っぽくなっていくんですけれども、そういうのもね、生かしている。こう白黒にするとまたこの自分の絵が違って見えたりするんで、そういうのも活かしてみるといいですね、うん、はい、そんなことをちょっと勉強してみるとよくもっと良くなると思います。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。なんか少しでもね、皆さんの創作活動にお役に立てればと思っております。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。またね。